はい、皆さんこんにちは。シグネス不動産コンサルタントの中本です。よろしくお願いします。相続はまあ誰にでも起こるということでですね、まあ相続税を支払う人だけの問題ではないですよということですね。まあ相続っていうのはまあ誰かしらお亡くなりになられて、もうそれ時点で、まあその方の財産をですね、誰が引き継ぐのという、まあそういった問題になるわけなんですけれども、まあそういう意味では人っていうのはやっぱりいつか、まあ、私も含めてですね、いつか、まあ、寿命があるということで、いつか亡くなってしまうということでは、まあ、生きとし生けるものって言っちゃうとなんか随分話大きくなっちゃいますけれども、皆様それぞれにですね、起こりうるというところで、まあ、こんなよく、相続税が大増税ということでですね、まあ、何年か前に、まあ、いろんな雑誌新聞市場をにぎやかして、まあ、いろいろと問題になりましたけれども、まあ、どういったことだったかというと、まあ、ちょっとね古いですけれども、相続税が増税になるとどういうことということで、相続税増税になるというのは相続税計算するときに、控除できてた、まあ、枠がですねちっちゃくなっちゃうということで、今までですと、まあ、今までというか過去ですと5000万プラス1000万かける相続人の数だったのが、これが6掛けになって3000万プラス600万かける相続人の数になっちゃったと。それによって相続税が課税される財産の金額が大きくなっちゃって、ということですね。あとは税率の引き上げですとか、まあ、そういったこともあってですね、まあ、結果的には、相続税の負担が増加したことと納税対象者数の、まあ、増加と、まあ、いうことが起こったわけですね。で、まあ、これ一応国税庁によるデータなんですけれども、平成26年から27年にかけて、どうですかこれ、これが、まあ、これが亡くなった方の人数ですね、毎年の、非相続人の人数全体に対して相続税の対象者、こう推移してたのが一気に26年から27年、26年56万人だったのがですね、27年にかけて103万人に増加と言ってますね、倍増というところですね。で、じゃあ相続税が課税される人って全体の何パーセントなんですかというところですね。課税割合、日本全体で見るとずっと 4% ぐらい走ってたんですけど、26年から27年かけて 8.3% と、全体の 8.3% に増加したというところですね。税額の合計、まあ、相続税の合計で平成28年で、29年ですと2兆185億円というところですね。相続人1人当たりでは1807万円の、まあ、相続税というところになるわけですね。で、じゃあ相続財産に、まあ、占めるものって何なのというところなんですけれども、まあ、20年から29年にかけて、まあ、こう縦だってですね、でこれが29年ですけど、ここの枠とここの枠、赤い方、これ現金預貯金で、こっちの紫の方、これ土地ですね。つまり土地が 36%、 現金預貯金 31%、 この2つで約7割を占めるということですね。そうするともう相続財産の約7割はもう土地か現金、現預金、まあ、これがまあ相続財産をまあ占めるというのが、まあこのデータからも分かるわけですね。まあ、そしてこれなんですけど、まあ、そんな財産ないよということでですね、まあ、相続税の課税割合、まあ、全体 の、まあね、その相続税が課税される人が増えたからといって、まあ、せいぜい全体の 8% だろうと、さっきのデータを見るとですね、まあ、うちは大丈夫だと、うちは残りの 92% だから関係ないよと、本当にそうですかという話ですね。本当にと、本当にということなんですけれども、まあ、これ見ていただきますと、遺産分割事件の約 75% っていうのが、要は遺産分割事件、俺の取り分はこんなもんじゃない、私の取り分はこんなもんじゃない、足りないとかですね、多い少ないっていう、まあ、相続人の間でも揉めるという事件ですね。財産額、5000万以下、要は亡くなった人の財産が5000万以下であるケース、まあ、相続税かかんないケースですよね。そうすると、約 75%、
ということです。つまり5000万以下の人たちで約 75% の人たちが揉めてますよと。いいことですね。そうすると相続税の特例が使えない、揉めてますと。財産を有効活用できない、法人も別々、もう口も聞きたくないと、まあ、よくありますね、ご相談いただく方で、もうあいつとはもう口も聞きたくないと、もう何十年も前のもう相続の問題でですね、いうこともあったりします。つまり揉めないための対策ってやっぱ生前に必要ということです。これは相続税かかるかかんない別として、なので相続対策って相続税がかかる人だけのためのものではないということをまずは知っていただきたいなというふうに思うわけですね。じゃあどうしたらいいのと、まあ、方法はいくつかあるわけですね。生前贈与、遺言書の作成、まあ、そして、まあ、土地の活用と、まあ、不動産の活用ということがつながっていくわけです。というわけでですね、まあ、いろんなことに対して私たちもご相談対応可能ですので、まあ、この YouTube をご覧になった方、まあ、セミナーにご参加いただくということでも結構ですし、もういきなり個別相談ということで直接ご相談いただいても結構だと思いますので、まあ、まずはですね、まあ、お気軽に CF ネットのセミナー、もしくはこういった形の個別相談ということで、まあ、具体的にご相談いただければよろしいかなというふうに思っております。それではですね、今日は以上となります。どうもありがとうございました。